皆さんこんにちは、鉄道風景画家の松本忠です。今日はですね、後ろにあります、只見線風景画マップを紹介したいと思います。こちらのマップは、私がこれまでに描いてきた只見線のある風景、あるいは屋外図の風景ですね、こちらをどの場所でこの絵が描かれたかっていうのを番号で地図上に示した、そういう、ポスターマップになります。サイズは、B1 サイズです。で、去年、2022年10月1日にですね、只見線が11年ぶりに、全線運転再開を果たしたわけなんですけれども、それに先立ちまして、去年の夏頃、只見町役場の方々を中心としたこちらの風景画マップ制作委員会の皆様からお声をかけていただき、今までに描いてきた只見線の絵の画像を提供させていただきました。で、その時は69点だったんですけれども、ちょうど70点にしたいなというのと、これまでずっと最後まで普通だった会津川口と只見の間をつなぎ続けてくれていた代行バスの姿をですね、描きたいなと思って、もう一つの只見線というタイトルで1点描き下ろしをして、切りよく70点でこのように出来上がりました。で、こちらは販売するためのものではなくて、沿線の観光施設や駅などにこう貼ってですね、観光のお客さんに見ていただく、そういった目的で作られたものなんですけれども、個人で買えないんでしょうかというお問い合わせが、いろいろなところに、私にもですね、何件も返ってくるようになって、で、結果ですね、少し前から、こちら買えるようになっております。で、税込みで2700円で販売されています。で、フレームはつかずに中のB1 サイズの紙のポスターが税込み2700円になります。どこで買えるかと言いますと、只見町にあるメーデルリーフさんというですね、只見さんの、お米の発芽玄米を使った加工品やいろんなお菓子ですとか、只見線応援グッズを作って販売している会社のオンラインショップで買うことができます。で、このオンラインショップには私のホームページからも、リンクで飛ぶことができますし、概要欄にも説明を載せておきますので、興味のあります方はぜひ覗いてみてください。で、この2700円のうちですね、1980円は只見線に寄付されます。というのも、地図会社さんが只見線応援のためならということで、この画像提供などをしてくれている関係で、関係先の、手数料だけを引かせていただいた残りの1980円は全て、只見線の、寄付になるという、そういうチャリティー商品と、して販売しています。で、その1980円という金額なんですけども、会津若松からずっと乗っていって県境の峠を越えて新潟県に入って最初の駅大白川までの運賃に相当します。ですので、こう沿線を旅するときに、どうしてもやっぱりいろいろ巡るために車で行くっていう方も多いと思いますし、私も鉄橋を走る只見線を撮影したいといったときは車で行ったりします。で、乗れなかったっていうことも多々あります。また、行きたいけど遠いのでまだなかなか行けない、でも応援はしたいっていうお客様もおられると思うので、そんな時にですね、心が乗車した気持ちになってこのポスターをお買い求めいただければ、気持ちを只見線に届けることができると思います。はい、以上ですね、今日はこちらの只見線風景画マップを紹介させていただきました。最後まで聞いていただきありがとうございました。